去る8月10日国際体操連盟 FIM はパリゴリン体操女子の種目別床決勝で4位だったアナバルボスルーマニアが3位に繰り上がると発表ルーマニア体操連盟からの訴えを受けたスポーツ仲裁裁判所 CAS の裁定を受け入れた形だその一方で表彰台に上がった米国代表のジョーダン・チャイルズの銅メダルは取り消しとなったことの発端は 技の難易度に関する採点の見直しから始まった。8月5日に実施された種目別床決勝で、チャイルズの得点は当初13.666点と表示。表彰台には一歩届かず、17歳のルーマニア人選手は歓喜のおたけびを上げた。だがこの直後、採点を不服とした米国チームが審判に見直しを求めたところ、 なんと講義が認められてチャイルズの得点は13.766点に変更。13.700点のバルボズをわずかに上回り、逆転で銅メダルを掴み取った。しかし、五輪閉幕を目前に事態は急展開。ルーマニア体操連盟の提訴を受けた CAS が、チャイルズの得点を修正前に戻す裁定を発表した。米国チームの講義は得点掲示から1分4秒後で、 フィグが定める1分の制限時間を4秒超えていたと結論付けた。故に、チャイルズの順位は5位に下がった。この裁定に納得がいかない米国体操連盟は抗議は47秒後だったと反論。証拠の映像とともに CAS に訴えたものの、最低の見直しは行わないと表明した。これを受け、米連盟側はスイス連邦祭に上訴する意向を示すなど、 銅メダル論争は泥沼化している。世界的な論争に発展しているこの問題に心を痛めているのは当事者だけではない。種目別床で金メダルに輝いたレベック・アンドラーで、ブラジル、和米スポーツメディア、エッセンシャリースポーツに、この騒動について本当にめちゃくちゃよと嘆いている。同選手は、どんな結末になるかはわからないけど彼女たちはコーを求めたから、 怒っていることを全て見直すことができるわ。でも、フィグがこれをどう解決する気なのかは本当にわからないと試験を述べ、チャイルズから銅メダル剥奪を下したフィグにいささか不満を示した。